あのですね、はあ、でも十数年前の話です、はあ、だから、はい、まあもうこれも時効みたいなことですけど、うん、時効、ね、はい、もう十数年前ですけど、我らが木村雄一兄さんと、はい、今まご飯食べてて、はい、まあ、まあ、十数年前ですよ、はい、女性もおられたんですよ、はいはい、でまあええ感じになって、お互い大人ですから、当時キム兄が住んでた、あの一人暮らししてたマンションにちょっと一緒に行こうと、もうね夜も更けてんですよ、大人ですから、はい、まあそりゃそうなるでしょう、はい、いうことで、で行ったんです、ね、マンションに、ほんであの部屋に入りはって、まあまあなんかこうごぞ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 と、ほなもうバーって女性が出てきて、どうやら私はそんなつもりで来たんじゃないと、でも夜中も1時2時ですよ、はい、そんなつもりじゃない言われたって、いやいやそれ以外何があるんですかと、もうたら大人で、これはキムに切れてるぞと、オープンでパッて見たらもう鬼通り越してもう数の顔してるんですよ、なあって、はい、ほんで、帰れとか出てけとか、っていうことで声荒げて終わんねやろな思ったら、もうスーッて来て、なぜか冷蔵庫の上冷凍室を開け、冷凍室、冷凍室をパッて開けたんですよ、ほんで何すんねやろと思ったら、これなぁでもカッチカチの鶏肉を、これな、いらん鶏肉やから俺は今からこれを捨てんねんって言って、その今もう帰ろうとしてるハイヒールを履こうとしてる女の子の足元にガーン、ほんならその玄関を鶏肉がココココココ、もう女の子が焦ってもうてハイヒールがなかなか入んないから、俺はなこれいらん鶏肉やからな捨ててるだけやで、コーン、もうずっとその鶏肉を、いらん鶏肉を俺は捨ててるだけで、コーン、でもやっとなんとかハイヒール履いて、女の子バー出てエレベーター押すねんけど、キムにもちろん外出ていって、俺はいらん鶏肉捨ててるだけ、こうエレベーターの前を待ってる女の子足元こうガッチガチの鶏肉が全然エレベーター来ないんですよ、ほんで女の子も階段あったから横に、階段でガガガガーンって走ってる中、いらん鶏肉を捨ててるだけやで、ガガガガガ、鶏肉がハイヒールを追いかけるっていう、朝方見たらエラムでちょっと解凍されてる、島屋でおかんがあの便器を壊したという話ね。あの前も言ったんですけど、うちの母親の脱工時で便が出にくいんですね、大体よくて1週間に1回、ひどけりゃ2週間に1回ぐらいしか出ないんですよ、でも子供の時に初めてその日曜日に高島屋におかんが連れてってくれて、すごく嬉しくなって行ったんですよね、ほんなら急におかんが催しまして、トイレに行きたいと、貴重なことや、そうなんです、これを逃すとまた1週間出へんかもしれんす、で僕トイレでここで待っときと言って、小学校2年ぐらいやったんですけども、外であの待ってたんですよ、ほんなら母親なかなか帰ってこないんですよ、でジャーって聞こえてくるんですよね、で何してんねんと思ったら、どうやら大きいのが出すぎて、全然流れないんですよね、溜まってたから、溜まってたから、ほんで母親がバケツから水をバーッて流してる、それでも一つも流れない、ほんで母親が俺のとこ、俺を無視して逃げるようにバーッて俺をほっといてどっか行ってまよった、次のばあさんこれ20分も30分やからずっと並んでるじゃないですか、ほんでばあさんがそのとこに入った途端にギャーギャー臭いって出てきて、あの俺の横におった警備員さんに三将軍がいてます、有吉の話だいぶ似てる話、ほう、皆さんあのタイガージェットシーンっていうプロレスラー、もちろん知ってますよ、今度の京子、はい、クルエルトラって言われてます、クルエルトラって言われてるぐらいですんで、あのほとんどリング上で試合しないような人なんです、あそうか、もうあのレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合をさばく者をいなくして、もうその客席を練り歩く、練り歩く、もうその時で、もうケムコジャラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやってハッハッって言いながら徘徊して、場合
によっては椅子やら何やら客に投げつけるようなもんじゃない、まあ、僕なんかプロレスねずっと好きでしたからまあ受け入れてますけど知らん人から見たら異常ですよねこれ異常な出来事巨大な客に投げつけでまあ2年ぐらい前に、プロレス会場に行ったんですよ、まあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですよ、いやシンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけたら、もんな、もうリングにさっき入場したらまず真っ先に一直線レフリーのもと向かっていてですね、レフリーを血まつりに歩く、さすがシン、さすがシン変わってないな、もうその後対戦相手まで、もうコーナーに縛り付けて動かれへんようにして、でその後も自由な時間ですよ、真の、もう客席におられなさい、はっ天才やお客さんも全然盛り上がってるんですよ、逃げろみたいなんで、うわすげえなーと思って相変わらず真すごいなー思って、でちょうどまあ僕のおる僕も結構いいリングサイドの座らせてもらったんで、真がぐんぐん向かってきてるんですよ、うわ真が来る真が来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で一列前をシンが歩いてるんですよね、でシンジはもう我が道を行きますから、あこれちょうどギリギリで見れるから、いよいよ山だったら逃げたらいいしギリギリまで見れるわ、これ楽しみにしとこうみたいな、見たらほんで向こうからシンがはっ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 はへたり込んじゃって、一列前ちょっと怖いか、へたり込んじゃって涙がつっと声も出さなくなってなってるんですよ、うわっと思ったんですけど、芯がどんどん向かってくるんですよ、強固がこっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ねはっって言ってた芯が男の子多分なんか視界に入ったよ、見たんやってなったら、この全然スピード緩めなかったシンが一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まって、はっ、はっってちょっと二歩下がるぐらい、僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな、はっ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 、知ってんねんみたいな感じで、はっ、だいぶスピード緩めて近づいてきたんですよ、シンが、はっ、もう男の子いよいよ。どこなんて、まあ、これも僕の気のせいかもしれないですけど、その男の子を目の前で見てる僕がわーってなってるのを見て、なんか僕の方をチラチラ見てるような気がするんですよ、男の子が僕を見てるんですよ、僕もこれはもうやばいと、どうしようかな、でもシンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強固やから、確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもそんなこと言ってる場合じゃなくて大丈夫なことやってこう一列こう乗り越えて男の子をバッと投げたんですよ、大丈夫だ大丈夫だって言ったら、シンが元のスピードに戻ってはっ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 僕の人も通り過ぎる時に一瞬はっそう序盤にこうパンとね。これですね、相方岩尾君の話をさせていただきたいんですけど、本当にかわいそうなやつなんです、例えば道歩いてて、女の子が2人組ぐらいでこちゃ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 言うてるんで、お前はあんた行きや、握手行っといでや、あ岩尾もファンおんねや、女の子が「早行きやあんたじゃんけん負けたやろ」っていうね、ちょっと罰ゲームの扱い、罰ゲーム扱いされるような男なんです、顔もうさい子です、で何年か前からですね、髪の毛が薄くなってきましてですね、すごい一時ハゲてたんです、今はまあなんとか努力して戻りましたけど、まあひどかったんです、まあハゲてました、でこれなんとか自分でも出せなあかんということで、中国にロケに行った時にですね、その上海の街で当時流行った101っていう、ものすごい生えるという噂になったやつをあいつもう8本買い込んでですね、で
カバンに入れてこれ2本で持ってって毛ボボになるぞということで空港行ったんですよ、うん、ほんなら手荷物検査のところで、うん、向こうのそのね、うん、税関の人が、うん、ノーと、はい、ダメだと、ダメだと、どうやら僕ら英語わかんないんですけど、なんかこう引火性があるからダメだみたいなこと言うてる。俺でも岩尾英語わからないんですけどこれなんとかせなあかんから、うん、ノーと、うん、ノーしかないんや、ニューヘアプリーズって全部、この人ノーって言ったんですけど。そんなことをテレビで言ってたんですよ。言ってたんですよ。そしたら、岩尾君に一通の封筒が届きました。これファンレターなんですよ。岩尾さんへと。で開けてみたらですね、小学校低学年ぐらいの女の子からなんですよ。もう本当に拙い字で岩尾さんへと、みんなにいろいろ言われてますけども私は大好きです、これからも頑張ってください、うん、そして、うん、これを何かの足しにしてくださいって言って封筒の中見たら、うん、紺色の毛糸が1本入ってる。マネージャーの話なんですけども、はいはい、うちのマネージャーが国立大学出ててすごい頭賢いはずなんですけども、今吉本そんな前に、はい、本当にミスばっかりするんですよ、ほんで怒られるとすぐパニックになるんで、あだ名がパニック吉原って言われてます、まあ、前今田さんのマネージャーついてて、名古屋の駅で怒られすぎて気絶したっていうエピソードがあって、そう駅のど真ん中でお前足の早いうわー倒れたっていうエピソードを持ってるやつなんですけども、本当にミスばっかりするんですよ、前に台湾の方でロケがあったんですよ、いろんなタレントさんと一緒やったんですけども、それが終わって空港に帰る時にロケバスがでかかったんですよね、でそのロケバスを空港の前に止めてられへんから一旦これ一周回ってこなあかんと、その時みんなタレントさんみんな寝てたんです疲れて、ほんでマネージャー陣がじゃあタレントさんのパスポート預かってるんでチケット交換してきますと、わーって出ていくわけですよ、ほんで出てそのまま動き出して僕うっすら起きてたんで、でうっすらパッと前見たら前に吉原が寝て座ってるんですよ、じゃあお前俺のマネージャー俺のパスポートお前持ってるやんけと、慌ててこの動き出したんで、おい吉原お前俺のパスポート持ってるやんけ、お前行かなかったら俺帰られへんけ日本に言うた、あすいませんって運転手さんが外人さんやったんですよ、でも国立大学出てるんで英語喋れるんで、吉原英語は通じるからお前英語でバス止めてもらえ言え言うた、分かりましたって英語で何か言ってるんですよ、でも全然バスが止まらないんですよ、吉原もうややこしいこと言わんでね、とにかくストップって言うよ、吉原ストップって吉原って僕振り返って僕にイエーって言ったんですよ。ブラックマヨネーズ小杉の話なんですけど、あるねいっぱい。この度ブラックマヨネーズ小杉くんが、まあめでたくって言ったら失礼なんですけど、ちょっとイボジを患っちゃいまして、本当にお尻からてっちゃん肉が飛び出してるみたいな状態。本当にで、いやでも結構小杉かっこええなと僕思って、それを隠さないですよやっぱりあいつ芸人やから。はい、結構みんなに見せるんですよ、小杉ちょっと見してって言ったら、うん、なんで見せなあかんねんって言ったらズボンとパンツ下ろして見せてくれるんです楽屋 で、うん、で僕ちょっと後輩ながらなんか尊敬して僕やったら隠してまうなと思って、うんうんうん、こいつ偉いな思って、うん、で俺も小杉ちょっと見してって言ったら、うん、なんで見せなダメなんですかってプンって出して見せるんですよ、うん、で、うん、ほんまてっちゃんみたいなの出てるんですよ、ね、実際なうわー思って、いやでも小杉お前はかっこいいと芸人として、うん、俺やったら恥ずかしくて正直出せないと、うん、お前みたいな男に俺は後輩だからなりたいっていうのをそこの場で僕もう言っちゃったんですよ、うん、いやでもね小林さん僕実は確かにこの肛門そしてイボジを見せるのはあんまり恥ずかしくないんですよ、うん、でもこう出してる時に僕実はこのちょっと引っかかっててケツ毛僕ボーボーなんで、うん、それ見られてるのがちょっと恥ずかしいんですよねって言ったんですけどあいつも知らなかったみたいですけど実はケツ毛もハゲてるんですよそれハゲんのよ、ケツ毛ハゲんねね、ケツ毛ゼロやったんですよ悲しいな、
そこまで多いな。はい。多いな。多いがいてんだ。はい。上まで上げてんじゃん、あいつ。神はどれだけあいつに笑い与えて、どれだけあいつから刑を奪うんですか。いや、できんな。ちょっとある番組にゲストで呼ばれまして、まあ、僕一人だったんですけど、まあ、その番組っていうのがお客さんがまあ200人ぐらい、まあ、観覧の方がいて、で段取り的に司会の方がこう一人ずつゲストを呼び込むとセット裏からこう出てくるみたいな番組だったんですけど、まあ、僕より先に2人ぐらいゲストの方が先にバーッと出てって、で僕の番になったんですけど、僕下がケンっていう名前なんですよ、だからその司会の方がカンペを読み間違えて、続いてのゲスト渡辺謙さんです、そしたらお客さんがうわーってなって、あのラストサムライがテレビ出ったり出ないのって、うわーって盛り上がってるから、いやちょっと参ったなと思ったけど、もう出なきゃいけないじゃないですか、しょうがないから出てったら、ええーみたいな、あんでしょお客さんが、ええーみたいな、がっかりしたみたいな感じになって、うわーと思ったんですけど、まあまあなんとかしなきゃいけないと思って、いやちょっと待ってくださいよと、名前ね読み間違えるから、僕すごいがっかりされてんじゃないですかちょっとみたいな感じで、まあ結構わーっと突っ込んでお客さん盛り上げたんですよね、でしめしめとこれいつ紙になったなと思って、あ、まあ逆にラッキーぐらいに思ったんですよ。そしたらその司会の方がちょっとカメラを止めてくれと、もう大変失礼なことしたからもう一回やらせてくれって、しょっちゅう間違えない話、僕の感じがややこしいのがいけないんですと、いいですいや、ダメです止めらって、セット裏にまた引っ込まされて、ついてるゲスト渡辺謙さんです、バーディーのタクシー司会のことだけ一生懸命やると全然で、まあ収録するの終わって、で、あーと思って家帰って、後日オンエア無理だったんですよ、でこれどうなってんだろうと思って、オンエア見てたら、まあ、1人目のゲスト呼ばれる完成、2人目のゲスト呼ばれる完成で、僕の番です、そしたら以上のメンバーで今週お送りします、えと思って見たら僕もう板ついてたんですよ、そんな練習だみたいな、最悪、俺勝手に番組に忍び込んだからだって、いつの間にかいるからなんかそうせざるを得なかったんじゃないですかね、多分僕の顔とかすごい引きつけて他局なんですけど、僕はいろんな世界のお祭りでこうどんだけ盛り上がってるか調べに行くようなレポーターやってるんですけど、メキシコに行った時に35メーターのこんな鉄柱があって、で上にこう四角い輪があって、でそれに自力で登っていきまして、でそれをこう裏からこう駒みたいにこうロープを巻いていって、でこうそこから降りて4人で一気に逆さ向いてこう遠心力でこう駒を回っていく、すごい、そのロケに実際にその35メーターからやらはるプロの人を見てものすごく怖くて、こんなもん絶対できひんでと思って、ほんでスタッフに言うたら、スタッフが、いや、分かってますと。ちゃんと、そういう専門学校みたいなのがあるから、そこで、低いところから練習しましょう、言うて。ほんで、その降りてきはったその人に、じゃあそこ連れて行ってください、って言ったら、僕の親友やと。で、昔はもうこれのすごい、あれやってんけど、今ちょっと事情があって、できんやけど、まあそこ連れて行ったろから行こう、言うて、今そこの校長先生やってるわ、言うて、で、そこ行きましょう、言うて、さあそこで練習しましょう、言うて行ったら、校長先生が、ちゃんとそこで。いやもう、うわ、落ちてもうてるやん。そうですね、昔やってて、ね、今は絶対落ちてもんでますね、ほんでも言えなかったですよ落ちてるやんなんでここやねん、でも言えなくて、ほんなら、なんかこれで大丈夫ですかって言ったら、まあ僕を信用しろと大丈夫や、言って、あそこから言って、絶対落ちないよ、君は大丈夫だよ、みたいな言うんですけど、もう説得力がなくて、で、スタッフの人に、すいません、言って、嘘つき気づいてたんですけど、あの方、やってますよね。あ、言うたよ。はい、言うたなら、そうなんですよ。そんなの怖くできんわ言うて、違う専門学校に行って、まあ、教えてもらって、無事成功は。怖い。
まあ、まとめてもうどうがええかな。いや、うちね、まあ、マネージャーいるんですよ、うん、俺、まあ、まだ2年目なんですよ、うん、僕言うともう20年やらせてもらってるんですよ、うん、はい、2年目だ、もう昨日今日ですよ、はい、これ帯川ってマネージャーなんですけども、簡単に言うともう僕のことをただの友達やと思うんですよ、怖い今年の夏も沖縄行こうか言うてて、後輩誰かいい品かなって、結構みんな仕事で無理です僕は行きますって言って、まあ、結局帯川連れて行くことになるんですよ、まあ、もちろん料理から全部僕が出すんですよ、ね、仕事一切関係ないですよ、うん、なかなかないですね。いや、すごいんですよ、うん、今年の正月、スペインにロケがあったんですよ、うん、ほんで、まあ、僕は仕事で行くんで、まあ、ビジネス座らせてもらって、うん、ほんでもちろんマネージャーね、エコノミーですよね、でエコノミーいっぱいで飛んでなかったんですよ、うん、たまたまビジネスになったんですよ、うん、ほんで、まあ、行ったんですよ、でも帰りはもちろん僕ビジネス、うん、あいつはエコノミーですよね、うん、ビジネスの切符1枚、エコノミーの切符1枚持った帯川が俺のとこ来てじゃんけんします。マジっすか、めっちゃ長い友達、ほんまっすよ。うどん屋で二人でうどん食うてて、うどん食うてて、なんかね、食べてる途中になんかあっちに置いてるティッシュかなんかを取りに行きたかったんですよね、お箸置いてパーって立ったの、またでっかいやつなんですよ、はいはいはい、パーって立った時に当たったんですよね、お箸がコロコロコロって転げたんですよ、ほんで落ちそうだったんですよ、ほんで俺それ見ててあーっと思って、それパーって取ったんですよ、ほんで普通ね、あーすいませんとかでしょ、俺パーって取ったらナイスキャッチ、に出るっていうので、恋愛に関する打ち合わせ、どんなお話ありますかみたいな楽屋で打ち合わせして、いや恋愛でなんかトークって僕あんまないですねって言うてたら、その打ち合わせを聞いてる帯川が、大した恋愛してませんもんね、向こうのスタッフがで現場から現場、自分の車で行きます、マネージャーの2年目の帯川は助手席なんですよ、うん、僕が運転していくんですよ、おかしいけどな、ほんで仕事して次の現場は僕が運転していくんですよ、帯川は助手席なんですよ、またこれが地図の読めない男なんですよ、僕あの古いまま旧車なんでナビをつけたくないんで、僕信号待ちの度に次の現場を地図開いて、じゃあ次の2つ目の信号左かとか、うん、次ここ入って次を左折で右でとか、うん、全部俺が地図でやるんですよ、うん、もう俺もしんどいと、ね、仕事するんですから、また次の日が現場から現場めっちゃ遠かったんですよ、もうさすがに俺仕事終わった、それも結構デカめのしんどめの仕事やったんですよ、明日これ俺また地図見ながらもうやってられんと、帯川お前あの言って、明日ほんまお前地図見て道全部調べとけよって俺結構きつめに言ったんですよ、もうここは言おう思って、今でもたまにたまったもんある、帯川お前ほんま明日地図見てちゃんと道調べとけよって言ったら、帯川が怖いよこれ高校の時の話なんですけど、はいはいはい、まあ、あの僕愛知県の田舎で結構、まあ、ヤンキーが結構多かったんですけど、うん、で高校の時の一個上に、まあ、ヤンキーじゃないんですけどヤンキーに憧れてる先輩がいまして、うんうん、まあ、口癖がやっべえ喧嘩してっていう、うん、あもうその先輩喧嘩したことないんですよ、ないくせにね、はい、で通販とかでメリケンサック買ったりとかあの部屋になぜかサンドバッグあったりとか、うん、そういう先輩なんですけど、である日その一時期、まあ、その先輩とよく遊んでたんですけど、うん、である日先輩の家行きましたら、おいちょっとこれすげえの俺作っちゃったよっていうので、うん、あの見せてきたのがあの釘バットって皆さんご存知ですか、簡単に説明しますと、そのバットに釘を打ってあるヤンキー漫画にしか出てこない、うん、超狂気なんですよ、まあ、実は見たことない、そうなんです、それを僕も初めて見まして、でいいだろうっつって先輩がこう「うわ」って言って「ああいや勘弁してくださいよ」みたいなことしてたら、なんか先輩が「そのちょっとこれで公園行こうぜ」みたいな、これ持ってちょっと公園行こうぜみたいな、うん、調子乗って、で
で結局公園行くことになったんですけど、その行く途中もずっと先輩がその釘バット持ちながら、うん、あの喧嘩してみたいなこと言っててで公園にいざ着いたんですけど、公園 の入り口のところにバイク止まってまして、ヤンキーが2人いたんですよ、うん、しかも結構な S 級のそのヤンキーといいますか、うん、もうザワルの感じでいまして、うん、でまさかこっちもそんな感じで釘バットを持ってなかったんで、うん、そのなんていうんですかそのまあふざけた感じで、はい、こっちは遊びのつもりで釘バット持ってます。もう案の定向こうにおいって言われて、うん、で絡まれたんですよ、うん、でそれでね、まさか殴ったりとか人をしたらもうそんな絶対ダメですし、その逆にこれを相手に奪われた時も僕たちどうなっちゃうんだろうっていうすごい恐怖心があって、で案の定もそのヤンキーがもう先輩の頭ガッて掴んで、お前何調子乗ってんのお前っつって、なんで釘バット持ってんだ、で僕はもうすっ勘弁してくださいっつって、もうもう本当そんな遊びでこれ作ったんですよみたいなこと言ってたら、先輩が話せよあらちょっと釘バット持ってるから調子乗ってるんですよ、うんうん、そんで話せよっつって、でそのヤンキーがこう話した拍子に調子乗んなよっつってちょっとこう顔を、うん、はたいたんですよ、うん、その瞬間に先輩がうわーってもうやるしかないと思ったらしくて、うわーって言ってその釘バットを振り上げたんですけど、うん、それで殴るのにビビってそれめっちゃ遠くに投げてそのままタックルしてったんですよそのままタックルしてそれはね、使われへんからね、それで人を殴ってしまうっていう怖さがあって、そのヤンキーにパッと避けられて普通に頭カンってやられて一緒に絡まれてます、はい、で後日電話来まして、この間ごめんなみたいな、ちょっと変な感じになっちゃってちょっとじゃないけど、ちょっと変な感じになっちゃってそれで聞きたいんだけど、釘バットって燃えるゴミ燃えないゴミ知らん真面目めっちゃいい、ヤンキー憧れ、ポルタラが、はいね、そう、はいね、喧嘩したくなかったんだね、はい、本当ね、ビビり倒してましたね小学校の時の話なんですけど、同級生に白浜くんっていう子がいまして、白浜くん、まあちょっと言うとアホな子なんですよ、間の抜けた子で、もう、まあ、丸刈りで、うん、もういつも青っ鼻垂れてて、うん、もうずっと口開いて鼻が塞ぐことによって口開いてるみたいな、うん、もうアホな子でわーっていう子やったんですけど、まあ、その子が授業中に、まあ、家庭科の授業で、ミシンで服を作るみたいな授業があったんですよ、まあまあ簡単な布を2枚縫い合わせて服にするみたいな授業やったんですけど、まあ、白浜くんがやってたんですけど、白浜くんもうちょっと危なっかしいんですよ、もう見てても、はい、もうああ言うて、はい、どこ見てるかわからんみたいな感じで、はい、いやあ言うて、うん、でガガガガガ言うて、でガガガガガ言うて、うん、指をもう針でガガガって、うん、でも服ともう言うたらもう指がもう口でもて縫い合わせもて痛い言うて、うん、もうその瞬間もう先生がもう白浜お前保健室行ってこいはよ言うた、うん、白浜くんももう泣きながら、うん、はい言うて、でバーって行ったんですよこのまま、うん、ガーって行ってガラってドア開けたんですけど、うん、冬場やって寒かったんでビューンって風が吹いたんですよ、うん、その瞬間白浜くん服羽織って行ったんですよ、うん、だから先生が、うん、白浜今寒さええやんって言ってちゃんと突っ込んで先生先生娘の顔がはーい言うてアホやから寒さええわもう来ないかと思ってアホやな思っていやでも先生のツッコミは的確やそれは的確やコスタリカっていう中米ですね、うん、中アメリカっていう、いわゆるもうジャングルで恐竜ジュラシックパークのモデルになったみたいな、うん、その島に行ったんですけど、うん、ロケで、で目的がスカンクの匂いのあのスカンクが出すガスの数値を測ろうって言って地球上で一番臭いって言われてるらしいですよ、そうなんや、でそれを測ろうって言われてて、でまず野生のスカンクを捕まえなきゃいけないんでいろいろ僕らも探したんですけど捕まらないと、でその現地の村の男たちにも頼んで、もし捕まえたら教えてくれって言っていろいろこういろんな方に声かけてたんですよ、な捕まったっていう連絡がスタッフに入って、はい、その村に行ったんです、うん、ほんならもうその村の男が男性陣、まあ、上半身裸でもうそれ島なんで、うん、
あのジャングル入って捕まえたよ俺らって通訳を返してすごい嬉しそうに言ってくれるんで、うん、俺こんだけで取りに行って誰捕まえたか分かる、絶対お前って言うぐらい臭いんですよ、もう一人だけもう目しばしばして誰捕まえたと思うって言うて、それぐらい臭いやつで、えそのスカンクはって僕らもう鼻塞ぎながらスカンクはって言ったら、うん、あの村のどこどこっていう広場に置いてきたと、ジャングルの真ん中にあるこの広場に、うん、あの村にはそれも持ってこられへんから、うん、とんでもないから、ね、そこに檻に入れて置いてきたからで場所を教えてもらって、うん、でいざあの行こうって車で行ったんですよ。でも遠くにこうジャングルの道抜けたら広場の中にポツンってカゴがあるんですよ、うん、でこっからスタッフに完全防具着てください、うん、あのET を捕まえに来た人がこう着てるような白い本当のやつで、でアメリカ製の防毒マスクです、毒に耐えれる軍で使うみたいな防毒マスクをつけて、で目に入ったらこれしばらく見えなくなるんでできて、でもし体の一部にもかかったらもう飛行機で帰れないですと、2週間ぐらい匂い取れないんで飛行機に乗れないですから、世界一臭いねんもんな、気をつけてくださいって言われたんです。半径1キロに全部が匂い行くぐらいなんですよ、1回プシューで、でこんな数値測るやつ持って行ってくださいって言ってカメラさんもみんなでこう近づいていったんですよ。でこう檻をつっついたお尻向けてくるんですよね。でしばらくやってたらちょっと中くらいのがプシャーって出たんです。ほんでもううわーあかんって言って、あの100メートルぐらいそっから逃げて数値を見たら LO って出てるんです、うんうん、このマスク外すの、これ何って言ったらレベルオーバーって言うんで、言ったらフランス体とかいろんな段階ある中で匂いでもう測れないっていうやつだったんですよ。そんでこういろいろ、わ臭かったなって言ったら、ホーレンっていう声が聞こえたんですよ。神高いホーレンみたいな、ですぐ僕はコスタリカやからホーレンみたいに叫ぶ生き物ってホエザルっていうのがいるんですよ。これも1キロぐらいに聞こえるやつで、ホーレンほーれんって聞こえるから、バッて探したらジャングルのとこにちっちゃい小屋があるんですよね、うん、その裏手の木ぐらいで匂いするから、うん、絶対吠えざるやーって走っていったら、その小屋からしかめっ面のババア出てきてほーれんって吐いたんですよ、ゲロずっとだから、悲しみでついてったらなるほど、ジョーイっていないと思ってたんですけど、昔ハワイにね、あの仕事で行ったんですよ、うちのマネージャーとあの放送作家と行って3人で、はい、あのホテル泊まってて、で俺が一人部屋で作家とマネージャーが、あの一緒に寝てたんで、朝食事行こうって言って行くと放送作家起きてんだけど、マネージャーがすっごいこう寝坊をするっていうか時間にルーズなやつで、いつもすいません先行っててくださいって目屋に溜めて言うやつなんで、いやいやじゃあ後から来いよっつって、で放送作家僕より10歳下ですごい気が小さくて、あの道聞くのもおじいさんかおばあさんが来るのを待って聞くってぐらい気が小さいやつ、すごい気がちっちゃいのよ。で一緒に行って、そしたら外国のホテルって必ず人数聞くのね、うん、で「トゥン」とか言うから「トゥン」って言っちゃうと遅刻マネージャーが来た時に座れないから、なんか言わなきゃいけないと思って、それでパッて見たらその作家はもうずっと下向いてこうやって「関根さんに任せます」って顔してるのよ。難しい、なんか言わなきゃいけないなと思って、で何て言えばいいんだろうなと思って、頭の中で Now to Now to で将来的だから Future 3かなと思って何とか何か未来3人、そうそう未来3人未来3人未来3人ガーンってそれで、Now to ははんとか言うんで、Future で合ってるかなと思って、でパッと見たらそいつのまた全然俺にも目線を合わせないわけよ、で俺が何とかしなきゃいけないって言って出てきた言葉が、後からもう一人俺も自分で耳疑っちゃって、まさか英語のつもりでまさかまさかこんなこと言うなんて、わかんないですね、プライベートでこんなこと言うなんて、日本人いっぱい来てるのね、わかるのね、おアフターワンモアカミンって言ったの、俺一生忘れないアフターワンモアカミン、生きた英会話その時の朝飯の味は覚えてないです。
前に、はい、すごく結婚をめちゃくちゃしたい時期がありまして、で結婚式場バスツアーっていうのがあったんですよ、東京で、うんうん、なんで仲のいい大和教授っていう芸人と2人で偽名使って参加したんですね、うん、その結婚式場バスツアーっていうのがすごくて、バスで結婚式場とホテルと会館3カ所回ってくれて、で疑似結婚式も見せてくれて、うん、ちゃんと外国人のその神父さんがいらして賛美歌歌ったり、結婚式やって本当にチューさせたりとか、あとホテルでフルコースの披露宴でいただくようなお食事もいただいて、お茶しながらいろいろ説明受けたり、で一番最後が目玉でウェディングドレスを実際に着せていただくっていうのがあったんですね。でその3カ所目に行った時に、大和教授がなんか仕事でちょっともう帰んなきゃいけないからって言って途中でいなくなっちゃったんです、うん、でまあ周り皆さんもちろんカップルで来てるから私一人になっちゃったんで、その係の人が、うん、田島様、田島っていう偽名で入ってたんですけど、うん、母の旧姓でで田島様ね、お一人になってしまいましたが、私いつもそばにおりますので、お好きなウェディングドレスあったらおっしゃってくださいって言われたね。まあでも周り見ると割と若いカップルさんが多くて、まあ35なんて私ぐらいだったんですね。だからまあ私も言ってもいい年ですし、まあもう純白のねウェディングドレスなんて全然似合わないんじゃないですかって言ったら、田島様大丈夫ですと、田島様のようにちょっとお年を召した方でも似合うように、純白じゃなくて生成りのウェディングドレス作ってますから大丈夫ですって言われて、実際着てみたら確かにまあよく似合うんですよ。ほらね、田島さんはね、全部くすみが消えましたでしょみたいなあ、確かに似合うなと思って、あ、こういうやり方があるんだなと思ってたんですよ。そしたらちょうどこの間クレヨンしんちゃんのゲスト声優みたいな私もやらせていただいて、やこちゃんとか、その独身女芸人で皆さんで花嫁希望軍団みたいなのでやらせていただいた時に、その時すごい綺麗なウェディングドレスを着せていただいて、もうすごい豪華な、それが真っ白で本当に綺麗で、すごく自分で言うのも恥ずかしいんですけど、よく似合ったんですよね。だからそれをなんかウェディングドレス屋さんで試着をした時に、実は私昔一度着たことがあって、その時まあ私のような年齢だと着なり、純白はちょっと似合わないで着なりの方が似合いますよって言われたけど、やっぱいいものだったらこんな純白でも似合うんですねって言ったら、ウェディングドレス屋さんのお店の方が、あ、すいませんと、この照明の感じで純白見えてますけど、これも着なりですめっちゃ似合うんだ、着なりしか着なりしかない。先日なんですけど、まあいろんなね、人にはいろんな癖がね、はい、あるもんやなと思って、ちょっと仕事で大阪からこう帰ってきたんですけど、新幹線でも寝れず東京着いたんで、もういつもその前の日してないんですよ、眠たいなと思って、タクシー乗って次その現場まで30分ぐらいあるんで、ちょっとそこで寝れたらええなと思いながら乗ったら、運転手さんがもうすごい丁寧な方で、どこどこまで行ってくださいって言うと、あ、かしこまりました、道はこうでこうでこうで、この道順でよろしいでしょうか、もう道も完璧に分かってあるし、これは安心して寝れるぞと、あ、じゃあそれでお願いしますって言って、ほんでもうとうとうとして、もうスーって走り出しても、もうスーって、でも上手なんですよ、だからこらええなぁ思って、でスーって、まあ、気配で足で信号止まったのがスーって止まれるんですよ、これええなぁ思うんですけど、スーって止まったらサイドブレーキをゲー惜しい思って、いやいやいや思って、これまたスーッと走り出して止まったらギエーさすがに、いやちょっとすいませんと、サイドブレーキ引くのやめてもらえませんか、それ以外は完璧や、完璧だから、完璧です、ね、言ったんですよ、えーって、まあそんなこと言われて初めて、あ、大変申し訳ございません、わかりましたって言ってスーッと走り出して、これ寝れるわ思って寝たしたら、スーッと止まってギエー、ああーすいませんって、すいませんすいません言って、すいません、あ、はい、もう大丈夫やろ、もう走り出して信号赤でスーッと止まったらギエー、ダメだやっちゃうって
やっちゃえばいいよ、やっちゃえばいいじゃん、やっちゃえばいいよ、やっちゃえ、やっちゃえ、もう起きてるよ、起きてるよ、もう気づいたら一日中のってあるんで、もう足のここがもうたまらんのですって、辛いから、でもちょっとでももうサイドブレーキで休ませたいんですよ。神田川、はい、皆さん、まあ、曲でご存知、まあ、東京流れてます、かぐや姫、かぐや姫の、はい、あなたはもう忘れたかしら、名曲なんです。僕にとっての神田川がありまして、これ松本さんとの思い出なんですけど、20年前ぐらいですかね、2人でもうずっと昼間、レギュラーがごっつええ感じやってはりましたけど、うん、あとデラックスが各週ぐらいで、結構平日休みがあった時、僕も東京来たてで結構もう休みばっかりで、いつもまあ、車で迎えに来てもろって、で僕が運転して、なんかどこ行こうって、昼からラーメン行ったりそば行ったりして、何しようってお茶飲んだり、いろいろ、まあビリヤードちょうどその時始めはる時で、で2人でよう行ったんですけど、ある日まあ9も毎9買うてくれはって、俺の分もご自分のやつは10万円ぐらいするようなケース付きのやつで、俺はまあまあこれでいいですで1万円か3万ぐらいのやつ買うてもろって、でいつも車のトランクに積んで行ってたんですよ、中野のビリヤード場行ってたんですよ。で行ったらもう何でも好きなもん飲み物頼めや言うてやるんですけど、その日ね、僕ばっかり勝つんですよ、うん、何回やっても勝つんです、ナインボールやろうが8ボールやろうがローテーションやろうが、もうとにかくね10回以上連続でね僕勝つんですよ、うん、でだん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 勝負ごと腹立ってきはるタイプなんで、うん、いやありえへんやろこんなもん、この連続はありえへんやろ言って、で僕は勝つからブレークショットするんですけど、ファールとかするんですよ、もう緊張してモデルから、うん、こんなとこでファールされてもうちはあれへんがなはい次みたいな狙う場所がないとかそんなんばっかり、俺ももう入んな思って微妙にずらすんですけど、それが入ったりするんですよ入らへん思ったらこっち入ったりとかする、なんでやねん思いながら、いやいやありえへんありえへん言いながら、あ僕揃えます、いやかめへん言ってくれはいブレイクやめたい帰りたいと思って、喉もカラカラなってるんですけど、何でも飲み物好きなん言うや言われたけど、これ言われへん感じやし、もうあかん次負けたら俺もやめる、もう次で絶対やめる、もうビリヤードやめる、球捨てるってで、まだやって、俺の球がもうおかしなとこ行って、もうほんま狙われへん感じになったりとか、絶対正面で入るやんやつ外したりでしょそこはと思った、ほんでもう途中ですけど、もう絶対俺の勝ちって分かったら、もうやめよう言うて、もう終わり終わり、もうビリヤード終わり、もう俺の人生からあれへん言って、レジでお金払ってください、なんかすいませんも違うし、汗かきながらもう車のとこ行って、もう急捨てる言ってはったから、もうここはもう兄さんとのビリヤードはもう終わりやと思って、もう今後一切ないんやと覚悟を決めて、車乗って神田川のとこまで無言で、神田川の橋の上に止めた、俺はもうそこ捨てようと思ってたんです、神田川から旧捨てようと思ってたんです、ほんで止めて降りてトランクの方行こうとしたら、兄さん何すんのって言って、いや旧こっから川に捨てようと思ってますって言ったら、今はええがなって何や何やあんなに切れて絶対やめるだろ今は映画なって、その後自宅にビリヤード台買うてはりました、なんや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 、あでもあったな、ありました、買ってもずっと買ってもうて、もうどうしよう思って、よう覚えてたな僕の神田川そう神田川捨てようと思ってます、これ最近のちょっと話なんですけど、僕朝から最近ちょっと銭湯に行くんですよ、なるほど、よく行く銭湯なんですけど、街中にある銭湯で、サウナによく入るんですけどね、ほんなら
ある日こうスーツ三つ揃いのスーツを着た50ぐらいの方が入ってきて、東京の方で大阪に出張やったらしくて、あの東京弁で今からちょっと出張なんだよねみたいな話をされてたんです。皆さんに一人で来てあったみたいなんですけど、あそうですか大変なんですねみたいな、珍しいこうなんかスーツで来たる人もんねんなと思って、で脱衣場に出たらそのスーツの人が騒いでるんですよ、ないとない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 と、何がないかなと思ったら、どうやらあの脱衣泥棒が出たみたいで、スーツを一式全部パクられたスーツを今から湘南でしょ、その人ごって汗って僕もどうなあんまり遠く遠目で見てたんですけど、とりあえずバンダイのおっちゃんに怒ってるんですよ、なんとかせえと、スーツがないじゃねえかと、ほんなの話題のおっちゃんも、いやいやわしらはそれ知らんから、それは後で警察言いましょうかって言ったら、いや警察なんか行く時間がないと、全部パクられとると、どうしてくれんねんって言ったら、そのおっちゃんもちょっとピリピリしだして、バンダイのおっちゃんも、貴重品はバンダイに預けろって書いてあるでしょと、ほんなその東京の人が今度また切れて、スーツは貴重品なのかよって言い出す。まあないわな、スーツ預けるととりあえずしゃあないから、そこの人のがあのバンダイのちゃんがパンツと、シャツはあの下で売ってるやつこれ着なさいと、でこれじゃ行かれへん、そうだな、もう行かれへん、どないすんねん、どうするんだよって言ったら、バンダイのおちゃんがまた、そんなん言われてもうちどないしょもできへんと、ほんならあの風呂朝洗うこんなでっかい機械使うときに着るジャージをね、おっさんが白いジャージの上下出してきて、これって言って出してきて、またそのおっさんがこれで商談いけるかよって思い出して、1時間ほどごちゃ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 揉めた結果、もうそこのバンダイのおばちゃんが見るに見かねて、バンダイのそのおっさんの毛布を出してきて、これで勘弁してくれって、そのおっさんピッチピチの喪服でこうやって写真。やっぱり芸能人というか芸人やってる以上は、まあ、常に日頃からそのキャラクターやっぱ守った方がええんちゃうかなと思うんですよ。ほう、あの実はその名古屋から東京に行くまでにちょっとあまりにもしんどくて、普段絶対のぞみなんですけど時間が空いてたんでこだまで帰ったんです、でこだまっていうのは各駅で 3,4 時間ぐらいかけて東京まで行ってくれるんで、正直結構寝れるんですよ。はい、でもうこれにしてグリーン車でこれで寝ようと、もう決め込んで僕は布団かけて寝てたんですけど、ある駅でびっくりするぐらいこう騒がしい集団がいたんですね、でこうずっと寝てたんですけど、ちょっとあまりにも騒がしいからちょっと片目だけこうちらっと開けてみたら、もう完全にその僕っていうことが分かって、もう口も「タンメンタンメン!」みたいなことでも小学生が。ってなってるんですよ。もうそれのもうそのテンションの上がりようももうわけわかんないです。小学生同士がハイタッチして「タンメン!」みたいな、もうわけわからない状態にギャーってなってて、先生とかちょっとやってんのに一人の子供も結構近くで「タンメン!」タンメン!」みたいな、うわ来たなと思って、で僕ちょっとあのまあこういうところにカーテンをこうバッと閉めるところがあるじゃないですか、でそこに僕水を置いてたんですけど、僕はここのペットボトルのキャップを開けてることは全然気づかずに、あまりにもやれるもんやから生まれて初めてそのカーテンをカーンって閉めてもったんですよ、まあ、やってもったらこんなことする俺じゃないのにと思ったんですけど、そのカーンでペットボトルバッシャーこぼれて、うわーってテンパってわーってやったらいつの間にかリクライングをして、なんかリクライングもこんなんなってた全然せんでえのにそんなことしてたりとか、うわーと思ったんですけど、吹きながらああがん河本丹念とかって言った時に、俺いつもそういえばロケとかでもお目にかかるためやねえとかって子供に絶対やってたのに、あまりにも眠たいし疲れでイラッとして、これカーテン閉めたらこれはまずいと、あんだけ小学生が騒いでくれてんのにここは全力の顔でカーテンからまたオープンで出てくるべきやと思って、ある程度吹いて自分で顔整えてめっちゃ顔作ってカーテンギヤー開けたら一人もいなかった。散々な目になりました。結局全然グリーンの望みの方が良かったです。小川で天安やなと、ね、もう25、6年前かな、まあバブルの頃で、はい、ちょうど俺あのゴルフにハマりかけてる時で、で仕事行く前とかに
終わってからとか、とにかく時間があるとゴルフ場の練習場に近くの行ってたのよ、はい、でそのまあよく行くんでゴルフ場に必ず来てる、まあ自営業なのか、当時お金持ちいっぱいだから、はい、いつもいる人たちのグループ6人のグループがあって、まあちょいちょい顔合わせるからこんにちはとか、まあ声をかけるぐらいの感じになって、はい、その中に一人すっごく気になる人がいて、多分あの当時で30前半ぐらいだと思うんだけど、うん、白のフェラーリで現れて、でそのビジュアルもすごいかっこいい、本当にトレンディードラマの役者さんみたいな感じで、でなおかつこう日焼けしてゴルフでこう浅黒くて歯がキラッと光る爽やかな感じの人で、でまあそれぞれの人の職業は聞くのもまた立ち入った話なんで全然聞かずに、まあ会ったら挨拶する程度の感じだったんだけども、でその日も練習場に行って、でそのまあその人めちゃくちゃうまい、よく見るけど、でその人がやってて俺は別のその先のところに行って練習してたけど、朝から春一番みたいなすんごい風が吹く日で、だからその練習やってても面白くないのよ、飛距離もわからないし球ももう曲がるし、でもうこれ今日やめようと思ってパッとクラブ持って、じゃあお先にって行こうとしたら、その人があれもう帰るんですかって言って、えもうちょっとこの風じゃ練習にならないんでって言ったら、ああこういう時にね練習すると上手くなるんだよねって、うん、あまあそうかもしれないですけども、うん、ちょっと僕これはって、いやあのね風がある時に風に負けない強い球を打とうとして力が入るからダメなんだよ、うん、ちょっと見ててって言ってパーンって言ったら本当に綺麗な球してスパーンと飛んでって、あ確かにそうですね、うん、って言いながらずっと一球一球、うん、まずだから下半身をどっしりして、うん、楽に打てばいいんだよってこう何球も打ってくれる、うん、本当に上手くて、うん、でもちょっと俺と同じで嫌なって帰りかけてるおっさんたちが、うん、後ろにちょっと並び出して、うん、みんなでうわうまいな、うん、バシーンねこうでしょってでおっさんが後ろでうわなるほど、あそうか、うん、おそういうことか、うん、とかって言い出して、うん、やっぱり本当にこういうところで練習したらうまくなるのかなと、うん、風の日練習かなと思ってて、その人がパシーンって打った瞬間にすっごい風が吹いて、うん、ここの部分がモコモコってなったと思ったら、ファサーパラ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 ってなって、この形のまんま、うわどうしようすごいもん見たと思って、いやこんなのなんか志村さんのコントかコロッケのネタぐらいしか見たことないと思って、俺はこれ回避できないぞと、この状況で俺はどういう声をかけたらいいのか、それともどうやってこの場を去ったらいいのか分かんない、どうしようと思ってたら、後ろでおっさんがほうなるほどそういうことかって言って今だと思って、じゃあお先にって言ってだその人が何気なくこうファッと戻して、あじゃあまたって言った時すごい爽やかね、キラーと光った、フォローが難しい、紳士たちですね、紳士、いやでもあんな時本当にどう言っていいのか、うん、リアルだとないもんな、ドキッとしますね、ドキッとしますよね。4年ぐらい前の話なんですけど、近所に駅前、僕が住んでたところの駅前に、なんか量販店ができたと、いろんなものを売ってるお店ができたって言って、回転セールとか書いてるから買いに行ったんですよ。で、値段は安いんですけど、知らないメーカーのものばっかりなんですけど、ちょっとマイナーな感じのね。でも知らないメーカーでもやっぱり物は物ですし、値段は安いで全然大丈夫って言って、結構お一人様一点限りのものが多いんですよ、もう人気で。で、何がいいかな、ああいうとこ行ったらこういろんなもん買ってしまうんで、それだけは気をつけようって思って、いろいろ探してたら洗剤が売ってたんですよ。で、洗剤がね、なんか業務用みたいな感じで、もう結構デカめの箱で、100いくらです、うん、特価ってお一人様1個がれ、はい、120何ぼとかそんなんですね、めちゃくちゃ安いじゃないですか、うん、でこれを買おうって言ってお一人様1個限りが2つ欲しいなって思いながら、誰か連れてきてたらよかったなって思いながら買って、うん、洗濯物する時にそれを使ったんですよ、うん、ほんなら中にこうスプーンが入ってて、はい、スプーンをこういっぱい入れて、ちゃんと線があるんでいっぱい入れたんですよ、うん、で洗濯機かけて、出来上がりましたと、うん、で
あ細って思って脱水もちゃんとしてるから細って思ったらなんか感覚なんですけど、うん、いい匂いもしないですし、うん、なんか綺麗になった感もそんなないんですよ。よく見たんですけど薄いそういうシミは残ってる感じで、なんやと、もう一回それを洗濯し直ししようって思ってまたスプーンいっぱい入れて洗濯したんです、うん、で出来上がって干そうって言うんだもん。なんかこれ絶対干したらあのなんか変な匂いするっていう感じってわかるじゃないですか。でこれは何おかしいって思ってちゃんとまあそんな普段しないですけど箱をちゃんと見ようって思って見てそのわけわからんメーカーの名前ですけど洗剤でこうギザギザーってなって、あなんかあるね、はい、スプーン7杯でこの白さ7杯、今年 の、まあ、あの初めの方の冬ぐらい1月2月ぐらいで、あの新型インフルエンザが流行りだしまして、うん、で嫁にちょっとあのマスクをこうでいてくれって言われまして、うん、でまだそのマスクが売り切れるっていうことなんて想像もつかへんかった時期 で、うん、でとりあえずそんな行ってくるわ言ってドラッグストアが開く、うん、ちょっと前に着いたんです、うん、ほんで前におばちゃんがいてはったんですけど、うん、もうどっかのスナックのおばちゃんやもんですけど髪真っ赤かで、うん、なんかもう寝癖でボコーンってなって、うん、で上はなんかものすごく綺麗な青のカーディガン着てはるんですよ。後ろから見たらウッドペッカーやな思いながら見てたんですよ。でチーンと開いてで中入ったんですよ。で僕あるとこ入るとマスクって言われてんのになんかビタミン剤とかをさっき見に行ってみたりとかしててわーってやってたらものすごい叫びした声でマスクないのっていうウッドペッカーが言うててそんなら店員さんが売り切れですって言うんですよ。えないんかいなって言って出て行きはったんです。で僕もあマスク買いに来たのにと思ってバーって行ってすいませんマスクはって言ったら売り切れです、うん、でこれ怒られるわ嫁に思って で自転車乗って次のちょっと離れたドラッグストア行って、うん、で自転車止めて何やしとったらウッドペッカー出てきたんです、うん、でそのままシャーって行きよった、うん、であれ思ってほんでバーって行ってであの店員さんにすいませんマスクいただきたいんですけどって言ったらいや売り切れです、うん、えここも売り切れと思って、うん、ほんでまた3軒目バーって行って自転車また止めて鍵閉めてたらまたウッドペッカー出てきたんです。その時初めてウッドペッカーとパッと目を打った瞬間、うん、ウッドペッカーが僕に、うん、その時いつから連れなったんかな。まあ、後輩なんですけど、うん、まあ、あのお前見てんのかお前見てんのか聞いてたんか分かってんのかっていうね。もうこれね2時に来いと昼の休みの日に、うん、飯行ったりいろいろしようと、うん、で1時半過ぎに電話かかってきてあのなんでやねん思ったんですけど今あの中目黒駅に着きましたんで今からあの行きます。ああ、うん、まだ2時やんけと思って来て待ってたんです。ほんなら1時、まあ、駅からそんなかからない1時50分ぐらいにピンポーンで早いちょっと早いなと思ってちょっとチェーンかけたまま2時やってパッてしまったんですですいません言うとんのをまあまあ聞きながら着替えて2時に出て行ってほんで車乗れやって言ったらあの何食う言ったら あの早く着いたんだよ駅前でそば食べてきました。はあお前今からお前、まあ、2時やけど、うん、この世界別に今もう昨日昼ぐらいやんけと、うん、お前食べてきてたら食べへんことしかできへんやんけ食べんときてたら食べることも食べへんこともできへんけ言ってすいませんお前彼女とデートで2時に待ち合わせたら食うてくるかいや行かないとそういうことやろ言ってもうええわお前そのそば食うたか知らんけど俺腹減ってねえからもうちょ俺ラーメン食いたいわお前悪いけど餃子かなんか食うとけいやあの大丈夫です行きますいやそりゃそうや言ってラーメン屋行ってすいません僕ラーメン言うてお前も餃子か言うて俺もちょっとぐらい手伝えるわいやあの僕もラーメンあとライスはあ僕あのラーメン頼んだらあのライス言うことに決めてるんですそうなん食べれんやったらええけど食べてああ決めた腹立つ思いながら、まあ、車乗ってどこ行こうってちょっとあの
羽田の近くの海浜公園みたいなところ行くの好きなんですよ。で横のしてあのキスかなんかかけながら行ってたらこう助手席こう肘をねあの窓のところにこう置いてねこうやってリズム取っとるんですよ。腹立つ。いや肘だけやったけどこのリズムがさなんかまあまあ先輩の曲でみたいなまあええねんけど、まあ、俺の曲ちゃう曲で先輩車の曲でいいんですけどそのそばがあるっていうのもまあまあ組んでいただきたいそれで行ってであのテトラポットみたいな海岸のところ通ったらなんか猫子猫なんかおったんですよ。ほんでうわうわ捨て猫かなみたいなミャミャ言っててで、まあ、それ見ながらそれはまあ触れずに行ったんです。そいつも見とったんです、うん、見てんの一時ワンでいいから見てたんで飛行機がこう着陸するのを見るんですけど全日空が結構着陸してたんで、うん、まあまあ何も喋ることもないからどうでもええけどこれ全日空ばっかりなこれ言ってたんですよ。ほんでああそうですね言ってなんかその宮川大輔花子師匠の大輔師匠のまあマネじゃないですけどもようしゃべるなこれみたいな感じでまあまた次全肉来たらどうでもいい全肉ばっかりなこれって言ってたらああそうですね言ってで次あのジャス来た当時ジャスってあのレインボーの機体のジャス来たでこれもう普通にもボケようかなってどうでもいいけど全肉ばっかりなこれ言ったらジャルですジャスや見てんのか言うて適当に言うなボケ言って帰ろう言って猫のとこまだ通ってしばらくしたらお前あれ猫かわいそうやな言って猫なあれ子猫あれ行さん生まれて捨て猫かなあれお前行さんおったやろはい2匹来ましたね4、5匹やどう考えても4、5匹や見てんのか2位見てんのか言うてあれ帰るねやもう帰ろう帰りはもうあれやもう曲これちょっと腹立つもうやっぱ腹立つ市役所の落語や言うて落語パーンかけて運転したらしばらくして寝とるごっつ腹立つごっつ腹晩飯行かなかったですお分かってないガムくれって車で言ったら飴じゃなくてですかガムや分かってんのおるやろおるわそういうガムに飴じゃなくてガムですね何それ